こいいギタリストの竹下敦史です。花粉症、ごめんなさい、禁煙用のね、チャンピックスを、飲むようになりましてから、まあ花粉症がひどくなりまして、もう楽譜を書いてるとね、その譜面にこう鼻水がこうツーって落ちちゃうんですよ。で、私は普段譜面書くときはこのギブソンのね、ボールペン使ってるんですが、やはり滲んでしまうでしょ。でね、やはり譜面汚いと嫌なので、このところ譜面のロスが多いです。3月11日、今日はね、3時だったかな、頃から、花デンタルクリニックさんの方で、治療をしていただきたいと思います。それでは花粉にね、騙されている方たくさんいらっしゃると思いますが、まあね、花粉っていうのはね、いつから始まったんだかね、まあ、そんなわけで、まあ、かっこいいギタリスト竹下敦史、花粉で悩んでおります。それでは、See you soon です。